曲目にお届けするのは、まあ、せっかくこういう会なんで、ちょっと特別なものをやらなきゃ意味がないんじゃないかということですね、ちょっと肩慣らしにですね、門松俊樹が作ったインストゥルメンタルをお届けしたいと思います。実はこのバンド、よくドラムが変わるんですけど、ドラムが変わった時のですね、オーディションの曲でございまして、これをやらされて、できない人はダメっていうことなんですけども、なんとうちの秋山はそれをかいくぐってやらずに入ってきたという、ね、ことでございますね。今日初めてこれをやるわけでございますが、その辺を聞いていただきたいと思いますが、タイトルが押し倒したいという曲なんですけども、聞いたことのある人はいねえだろうな。サブタイトルが、デュッセルドルフの巡り合いというわけのわかんない、タイトルがついてるわけでございますが、その辺を、練習曲をまず一発ちょっとやって、その自分自身の緊張感を高めたい、それから、おなじみのナンバーに、突入してみたいと思います。ほとんど自己満足の時間にしたらせていただきたいと思います。よろしく。
門松俊樹の幻のインストゥルメンタルナンバー押し倒したいに続きましてですね、スプリングインナイトのね頭の方ちょっと聞いていただきましたけども、まあこの曲はですね、以前ファンクラブだけのライブコンサートがありましてですね、そこでそれだけ1回だけやったという、ね、曲なんですけども、その時結構反響がありましてですね、未だに反響がありまして、今度レコード化の話はないんですかなっていう話もありましてですね、あるわけないっていうのこんな曲をね、でもねいつかの門松のインストゥルメンタルナンバーは随分と思ってるんですよ。僕インストゥルメンタルナンバーそればっかり集めたレコード作ろうかななんて思ってますんで、その時お楽しみにしていただきたいと思います。しかしまあ先ほども言いましたように、その前の一部があったりとかですね、非常に疲れちゃったりなんかしましてですね、それで、演奏も久々のバンドのメンバーも久々だったもんですからね、演奏ガタガタ歌もボロボロという感じだったんですけどね、ちょっとねお聞き苦しい点もあるかもしれませんが、ライブの方をお聞きくださいませ。彼の目に住んで密かに手渡すテレフォンナンバー。夏の夜の吐息は心を震わす。君はいつでも構いなしさ、人の気も知らないで。
消えてしまう前にもう一度
しすぎる。たとえおとぎ話、夢見ても人形。
いただきまして誠にありがとうございます、本当に勝手なことばっかりを言っておりますが、それでも見に来てくれる人がいるというのはありがたいことでございますけれども、これからも、できる限り、この番組続けていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。ワン、ツー、スリー。
お聞き苦しいライブを4曲続けてお届けしました。シークレットラバー、マーメイドプリンセス、コマーシャルを挟んでガールインザボックス、そしてスカイハイまで、お届けしましたね。最後スカイハイのねエンディングでハッくんが間違えたのが、なんとも楽しいんですけどね。というわけで、門松俊樹ライブいかがでしたでしょうか、ね、ということでございます。